あの日本風の卵食べれるとみんな大好き。みんな大好きと、うん、かわいい。甘い感じ。甘いのが好きって、うん、へえ。そういう卵とか食べたことないじゃん。ね、だけどあんまり好きじゃないかと思った、あの卵、この卵。いや、日本風のあのちょっと甘めの卵。メイソン今日は、うん、メイソン本当にママからディストとかでレストランで家としたらどんなレストランに行ったぞっつって。かわいい。これ買っとこっかな。これ海苔ちっちゃいのしかないのかな。でかいのないわけ。よし。これわさびがついてんだ、すごい。これも買っとかんとね。セサミシ。すごい。こんな辛ラーメンの辛くないのかな。初めて。これも美味しいんだよね。この辛ラーメンは高いんだけどね。トッポラオウも買ってるやつ。買っとこうかね。ハイチも買ってるし、おうよ茶も持ってる。もある。チキン買っときましょうか。チキン買いましょうか。白菜がめっちゃでかいんで買おう。おにぎらず作り、えいえい、おー。こういうちょっと薄めの卵とハムにちょっとタレを絡ませて、これを巻いていきます。先にちょっとあやつらめの、じゃーん、焼いていきます。こんな感じで切りますね。こんな感じで、まずここをこうしてこうして、これを、なんかハムが出てきてしまった。あら、なんかずれたけど、じゃーん。横にこうやって置いて、こうしてこうして、じゃーん、いい感じ、いい感じ。これ3つあるけんね、1個1個入れとくけん、1個はどっちかの入れとくけん、は分けて食べなさい。また多分もしかしたらこれだけじゃ足りんかったかも。どこ、いや、これ1個ね、1個、
はい、でもしかしたらこれで足りん、これ余ったけんさ、また作っとうけん、これはどっちかに入れとくけん、2人食べてる、わかりました、できますか、お利口さんにできる、はい、こんちゃー、あるかもしれない、これ入れとくよね、食べる、どうする、食べ、今食べる、食べない、今食べん、食べ、入れとくよ、忘れ、食べ、朝ごはん用の余ったやつ、じゃあ何言うて、ん、いいなの、いや、違う、この頃もう毎日試合があるけん、もう遅いちゃんね、帰ってくるのがね、疲れるね、よいしょ、今何時、あんた元と携帯36、あお、なんかママたちにしたらめっちゃ時間あるやんね、お前、いいな、用意できとったんた、あんた43、46、46、うん、なんで46に見えんの、46に見えんの、36、えー、キュウリー、おかえりー、帰り帰り、はい、はい、いいな、もうちょっとこっち、今日はカレーです、はい、帰ってきました、ニーナは今さっきもうカレー食べたけどね、こっち帰ってきてすぐ、おー、だからのり、キヨディオは今バスケを迎えて、はい、帰ってもうちょっと向こう行ってくれ、はい、ママ、はい、よいしょ、あ、これ、これ入れる、これね、うん、絶対入れた方がいいし、入れる、入れていい、ちょっとだけ食べてみて、はい、そう、で、今日どうやった、あの、あれ、ママ、サンドイッチのようなおにぎらずの、あれ、あれはあれで、どうやった、まあ、美味しかった、美味しかった、ニーラも何もなしの具なしの持ってたもんね、うん、あの、あ、みんな、寿司って言った、あ、寿司って言った、あの、あげるやん、うん、まあいいっすよね、うん、なんか、食べてから、うん、なんか、もっといるみたい、やった、うん、で、はい、ケイロブね、誰、ケイロブ、ポッチャリ、あの、バスケのりゃん、ぽっちゃり人は、あの、弟の具合の人、54、で、食べるやん、うん、で、あい、で、で、なんかどっか行ってた、うん、どっか行ってた、で、うん、帰ってきてから、うん、もうこれみんなめっちゃうまかったっすけど、かわいい、これもっといるっつってたけど、いいぞ、うん、めっちゃ美味しかった、はい、で、この人一人いいっすね、あ、他の人いいっすね、どんだけ、うん、あげるやん、うん、いいっすね、なんかもうもう、もう一個お願いみたいな、まあ、うまお願いって、美味しい、何でもやるみたいな人気やったった、うん、シーウィード食べれるっちゃね、うん、ゲイ、エビの辛い、ジェイスね、エビ、エビのか、エビがあるな、エビ入ってない、エビな、ジェイスね、欲しかった、ジェイス、あるな、エビなの、エビなかった、ジェイスあげて、うん、で、ジェイス、うん、他のテーブルにジェイスがおったで、うん、ジェイスが僕に全部走ってきたから、うん、人気あったじゃん、うん、おにぎらず、うん、で、アレックスね、うん、アレックス、でもまたアレックスはもうエイジャンやん、アレックスは
ベトナムの人だっけ、うん、そういう感じのな、多分慣れとったんうん、要するにうまいって言ったで、ニヤマイヤね、ニヤマイヤ、ニヤマイヤ、ニヤマイヤ、うん、これうまいねって言った、普通になんかうまいに、そんなに食べようと、そんなにみんな食べたと、どうやって食べれるとあれみんな分けて食べたと、いっぱいあったもんね、うんぐちょぐちょ、ブロックもうまい言った、すごいね、何人が食べたと思う、あれあんたたち結局食べれた、いっぱい3個ぐらい3個ぐらい、あとはあったら結構残っとったよね、ディオン1個、スクールランチを食べたと、あの誰かイーステンね、とトライしたと、あトライしたと、うん1個、えどういうこと、1個おにぎらずで、うん、スクールランチもくれたと、うん、えなんで食べんどうしたんですか、そんな食べる、食べんってか食べん、いやもうおにぎらずが好きそうな、ということで大成功、大人気、で、あんた何1個しか食べてないの、結局あんなにか作ったのに、うん、最低、ママのリアクションのために、あ、そうなんや、いろんな人に、これはもうめっちゃ熱くしてるけど3個食べて1個は熱く、あ、ほんと、ママがそのリアクションが欲しいけんつってみんなに聞いてくれたと、うん、やだね、ありがとう、これ食べた、ティラミス食べて、うん、アイスバッグ、アイスバッグっていうか、あのえコールみんなやってみたい、来るアイスバッグっていうか、もう冷たいのに入るってだけやろ、うん、リオンはこれ野菜は、あ、いる、いる、これ入れた方が美味しいよね、絶対ね、サクサクして、これぐらい、これぐらい、もうちょっと、はい、食べました、うん、食べました、した足が終わってる、見た、マスター、動けんじゃないと、みんな疲れすぎて、もう男の飲み方、このハンドルは女のため。どうもさ。よいしょ。コストコのなんか来とった。男の読み方。何それ。どういう意味、男の読み方。ああ、またこれがいるの、これ。これやろ。これ欲しくない、これ欲しいね、お風呂、あのお風呂のさ、タブがさ全然良くないけど、全然お風呂に入れてないけど、こんなのも欲しい、こんなのもう、こういうもうジャグジーみたいなの欲しい、うん、ということで、はい、大成功やったね、今日も大成功でした、で次の動画、はい、10万人目指してるんで、そうそう、チャンネル登録よろしくね、じゃあ次の動画まで、バイバーイ、バイ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 バ